8月5日から始まっているヒロアカと極楽湯のコラボ、やっと行けるようになったわ。極楽に着くとコラボレーションの書き下ろしのぶりが出ていたわ。テンション上がったんだけど、あれ、緑谷ちゃんだけなんか変よね。どうしたの緑谷ちゃん。店内に入ると等身大パネルもあったわ。湯上がりの雷ちゃん、なんかやらしいわね。とどろきちゃん、爆豪ちゃん、あれ、爆豪ちゃん、腕に水滴のようなものがついているじゃない。なんかやらしいわね。緑谷ちゃん、緑谷ちゃんも首元に水滴のようなものがついているわ。飯田ちゃん、メガネ外してるの。霧島ちゃん、なんかみんなやらしいわね。ま、冗談はさておき、まずはご飯ね。コースターが欲しいからいっぱい食べるわ。とどろきちゃん2杯、霧島ちゃん1杯でまずは乾杯。これは緑谷ちゃんのおかず丼ね。大きなカツが乗っていてとっても美味しかったわケロ。これはとどろきちゃんのオムライス、半冷半年ね。半分半分になっていたわ。中のご飯は白いご飯じゃなくてちゃんとケチャップライスになっていたわ。こちらはとどろきちゃんのおそば、冷たいスープとあったかいスープ、どちらもついていて半冷半年を表現されていたわ。芸が細かいわね。爆豪ちゃんの溶岩パスタ、たっぷりチーズの中にパスタがぎっしり詰まっていたわ。爆豪ちゃんのメニューだから辛いのかと思っていたら全く辛くなく、とっても美味しかったわ。役者が揃ったわ。ではお腹ペコペコ、いただきます。4つのメニューを食べたけれどもまだ食べ足りないわ。まずは緑谷ちゃんのメロンソーダを追加、雷ちゃんのカレーも頼んだわ。野菜がゴロゴロ乗っていて、これは確かにボリューミーだった。お腹が膨れたからひとまずお風呂に行ってこようかしら。お風呂に行く前にこんなものを見つけたわ。極楽湯コラボの楽しみ方、これいろんなアニメでやっていて結構毎回楽しみなのよ。今回は僕のヒーローアカデミアコラボ、どんなことが書いているのかしら。読みながらお風呂に向かうわ。お風呂コラボの楽しみ方その1、コラボメニューを堪能しよう。その2、ヒーローの湯にみんなで浸かろう。その3、みんなでコラボメニューをシェアしてシールラリーを制覇しよう。その4、友達や家族と一緒にブルスウルスパを楽しもう。ブルスウルスパ、誰が考えたのかしら。なかなかいいネーミングセンスじゃない。お風呂コラボの楽しみ方14種類を見つけよう。お風呂ってヒーローとかけてるのかしら。ちょっと分かりづらかったわ。その6、 X キャンペーンに参加してポストカードをゲットしよう。無料でもらえるなんて本当に嬉しいわ。その7、 お風呂の後はコラボドリンクで水分をチャージしよう。とどろきちゃん、無料のお茶でチャージしてるわね。ちゃんとコラボドリンク飲まなきゃ次のコラボに繋がらないわよ。その8、コラボ装飾と一緒に飯田くんのポーズを真似して記念撮影を撮ろう。ちょっと恥ずかしいけどやってみるわ。その9、爆速でグッズをチェックしよう。買いに行くときは走っちゃダメよ、バグゴーちゃん。その10、髪はタオルで拭いてから乾かそう。このとどろきちゃん本当にかっこいいわね。家族でアニメを見ていた時にお母さんだけがにやけていたの、今も思い出すわ。その11、湯船はみんなで肩まで浸かろう。その12、気になるグッズをチェックしよう。先日いただいたユアネクストの来場者特典のヒロアカ一問一答プルスウルトラで明らかになったあの秘密が横切るわ。あれを知ってからオールマイトの顔を見るとそのことばかりがちらつくのよ。その13、シャンプーが目に入らないように気をつけよう。その14、汚れはお風呂で洗い流そう。これで最後ね。じゃあお風呂に行ってくるわ、ケロ。ああ、本当にいいお湯だった。今日のコラボ湯は雷ちゃんのお風呂だったわ。でも電気風呂ではなかった。黄色いツルツルとしたお湯でとっても気持ちよかったわ。お風呂の後はやっぱりコラボドリンクね。今回は爆豪ちゃんのドリンクをいただくわ。お風呂に入ったら早速お腹が空いたみたいで子供たちはうどんを食べていたわ。
中学生の息子は爆豪ちゃんのパンケーキを食べていた。もっとちっちゃいのかなと思っていたけれども、すんごく大きくて立派だったわ。二段重ねのパンケーキ、あっという間に完食していたわ。シールラリーの2枚目もあと1枚で完成。さてどうする？コラボドリンクぐらいなら飲めるかしら。と飲んでないキャラクターは飯田ちゃんと雷ちゃん。さてどっちを選ぶ？飯田ちゃんか雷ちゃんか、飯田ちゃんか雷ちゃんか。とっても悩んだ結果、ついに決断を出したわ。雷ちゃんのパッションオレンジを頼むことにしたわ。飯田ちゃんのはバナナオレ、ちょっと飲みにくかったの。ごめんね飯田ちゃん。さてこれでラリーが完成したわ。14枚のコースターをゲットできたわケロ。それじゃあそろそろ帰ろうかしら。気になるお会計はっとケロ。17,060円、高級温泉並みね。だけど楽しかったし大満足よ。温泉まんじゅう売っていたけれども、もうお腹もお財布も余力がなかったわ。次の楽しみにしましょう。というわけで極楽湯から帰ってきました。14枚のコースターをいただいたので今から開封していきたいと思います。今回のコースターなんですけれども、全12種類あるということで、ノーマルカードが6枚、ホロカードが6枚という構成になっているみたいです。14枚いただきましたので、できればコンプリート目指して開けていきたいと思います。それでは早速開けていきましょう。1枚目、どっちかな、いきます。反対だった。あ、トドロキくんが出てくれました。こうかな、いきます。あ、かぶってしまった。しかもノーマルカードですね。かぶってしまいました。でもかっこいいので嬉しいです。どんどん開けていきましょう。3枚目、いきます。お、飯田くん、よかった。飯田くんが来てくれました。メガネ外してる飯田くん、たくさん汗かいてますね。白いタオルがとってもお似合いです。では4枚目。あ、ちょっとショートくんがめっちゃ出てきてる。あ、でもこれホログラムだ。やりました。ちょっと分かりづらいですね。でもホログラムになっています。やりました、嬉しい。すごいショートくんが出てくれてますね。行きましょう。あー、またショートくんだ。いやでもめちゃくちゃ嬉しいです。私はヒロアカは一応デクくん推しなんですけれども、本当にみんな大好きで、お茶子ちゃんも大好きだし、もちろんトドロキくんも好きだし、爆豪くんも好きだし、もう魅力的なキャラクターが多すぎて、本当に推し一人ってなったら悩みますよね。トドロキくんはね、あの声優さんが大好きなので、ちょっとその中でも一抜けて推してます。いきます。ズン。お、雷くん出てくれました。うちの娘が大好きな雷くん、神殺し雷くん。ちょっとお風呂の方がね、今回雷くんのお風呂だったんですけど、ミネタくんと雷くんがポスターの絵柄になっていて、女湯に入っての大丈夫なのかなってちょっと戸惑いましたね。行きましょう。あ、飯田くんです。あ、これでもノーマルカードですね。なかなかホロが出ない。まだ全然揃ってないですね。行きます。あ、来てくれた。そう、見えてないんですけど、牛乳をね3本持ってるんですよ。で、誰の分なんだろうってすごい気になってたんですけど、デックンもねちょっと見にくいんですけど、首元にね汗か髪の毛を洗ったしずくなのか、どちらかがついてるんで、水滴のようなものがめちゃくちゃ可愛いです。ほんまにめちゃくちゃ可愛いです。次行きましょう。爆豪くんが全然出てないな。ドン。あ、霧島くん、もしかしてホロかな。あ、ホロですね。めっちゃ嬉しい。そう、このねムキムキの腕がめっちゃかっこいいんですけど、私はどっちかといえば半ズボンの生足に興奮しておりました。では
次に行きたいと思います。かっちゃんが全然出てきてくれない、行きましょう。あー、飯田くん、飯田くんノーマルカードですね。えっ、あっ、デクくん、デクくん嬉しいんですけど、かっちゃんに全然出会えない。かっちゃん出ないかな、もしかしてこの調子で行ったら。え、1枚ぐらい出てほしいな。行きます。あー、雷くん、雷くんは雷くんで嬉しいんですけど、かっちゃん、かっちゃんお願い、お願い、かっちゃん、あー、デクくん、デクくんだった。いや嬉しいんですけど、かっちゃんが本当に出ない、どうしよう。はい、ついに最後の1枚となってしまいました。これで出なかった、ちょっと寂しいな、かっちゃんだけ出ないの。いきます。ちょっとショックだな。はい、というわけで今回のランダムチャレンジ、このような結果となりました。ちょっとかっちゃんだけ出なかったのが寂しいんですけれども、たくさんホログラムも出てくれたので、まずまずの結果かなと思います。また極楽湯に行くしかないかな。次回も頑張りたいと思います。というわけで、この度も皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんを。